どうも、皆さんおはようございます。ネムです。というわけで、本日は待ちに待った任天堂スイッチ発売じゃなくて、太鼓の達人任天堂スイッチバージョンの発売ということで、拍手で、今回のスイッチバージョンで、今までと何が違うかっていうと、これなんですよね。これの、ここが使える。なんかついた。こういう風に外して、こう持って、こういう風に遊べるという点がいつもの太鼓と違うところですね。なんかついた、まあ、多分この機能を使うことで多分家族で盛り上がれるんじゃないかなっていう風に僕は思ってるんですけど、まあ、この性能がいかにどう出るかちょっと僕は楽しみですね。というわけでまずはこいつを開けていきたいと思います。太鼓の達人任天堂スイッチバージョン、振ってドンカツ、みんなノリノリ。ドンカツってあの某 PUB というわけで開けるとこんな感じですね。ちっちゃいね、スイッチのカセットちっちゃいわ。ででーん。でこっちはタダコンはまた別の動画でやろうと思うんで、もしよかったらそっちの動画もチェックしてくれると嬉しいです。というわけで早速やっていこうと思います。マジテンション上がるわ。あれは始まんない。あ、こっちか。こっちだった。フリフリ演奏について。うん、一応聞くか。フリフリ演奏の遊び方を説明するよ。めっちゃイケボ。流れてくる音符が赤い音符は、うん、青い音符は、大きな音符は、黄色い音符は、風船音符とタイミングよくうまく振って。ごめんなさい。何も聞かなかった。始め。来い、来い。ん？ドン、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 ドン。あ、この動きはドンだわ。この縦の動きだとドン。横に振らないといけないね、こういう風に。なんかダンスみたい。踊りか。これ指揮者でもいけんじゃね？ほら、いけるいける。オーケストラ演奏だこれは。なんだこれ。こうなんか横からパンチを入れるようにやればいけるかもしれないね、もしかしたら。でモードが演奏ゲーム、パーティーゲーム、ローカル演奏通信、まああとその他もろもろって感じですね。多分これはミニゲーム的な感じだろうな。うん、まあちょっと今一人なんでね、一人で遊んでいこうと思います。おお、キャラクター演奏なんだろうこれ。いろいろとキャラクター選べるんですね。ドンちゃんスキルなし、カッチャースキルなし。カレクッタードンディ。何お前、カレーでも食ったんか。ヨモギ丸、イカ、カーピー。なんかこれを使うと演奏のサポートをしてくれるスキルがあるっぽいんですけど、まあ、今回はなしでやっていこうと思います。まあおいおいスキルを使ってやっていこうと思うんで、今日は普通にやっていきます。曲を選ぶの。うん、まあざーっと流していきます。今回は解禁曲があるらしいんで、ここからどんどんやっていくうちに曲が増えていくっていう感じですね。はい、いろいろとありますね。うん、楽しそう。新曲もいっぱいありますね。素晴らしい。というわけで最初1曲目何やっていこうかな。ちょっと簡単めなやつからやっていきたいんで、まあ、まずはね、情熱大陸っていうところあるよね。やっていきましょう。操作スタイルを選ぶ。操作スタイル、はいはい。あ、フリフリです、フリフリです。俺はフリフリしかやらん、今日は。てて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 。こう、右からパンチするようにするのと、縦ね。了解了解。バチ持ちだどん。オッケーオッケー。ちょっと待って、むずくね？待って、全部か。なんだこれ？嘘でしょ？嘘でしょ？ちょっと待って。え、無理無理。ちょっと待って、疲れた。どうやってやるのこれ。どう頑張っても絡んだけど。パンチ、ちょっと待って、これどういうこと。
分かってきた分かってきた。あ、コツ掴んできたかも。やべえ、ノルマ落ちした。ノルマ乗ってねえ。ちょっと待って、想像以上に難しいから、めっちゃ簡単なやつやろ。夏祭り行けかな。夏祭りだったらいけるかもしれん。どんか。ほら、こうなっちゃうから、こうやった方がいい、多分、絶対。お？待って。いや、嘘でしょ。無理に決まってるよな。いけるいける。マジかよ、ハッコンボいかなかった。はいはい、なんでそういうことをする君は。